今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回はダンボール燻製機上級者編をお届けします。したがって初心者の方は過去にアップしているビギナー編をご覧ください。この動画は以下のような方を対象に想定して撮影編集しました。肉はイブスよりも焼く方が好き。温燻よりも高温で加熱できる熱燻の方が好き。炎の扱いには普段から慣れ親しんでいる。ポケットストーブを持っている。火災に対して冷静に対処できる、炎と会話できる方、いわゆるキャンプ上級者の方向けです。今回の動画はキャンドゥダンボール燻製機ビギナー編の続編となります。ビギナー編ではパッケージの説明通りにスモークウッドを使って燻製をしましたが、このチャンネル登録者のおそらく半数以上はソロキャンが中心のキャンプベテランの方で、おそらく火器を使ってスモークチップを直接炎で炙り、高温で煙を出してイブス燻製の方が好きなんではないかなと思いました。また段ボール箱が大きい割には網1枚では調理できる食材が限られますので、割り箸をもう4本追加しまして、網を2枚に増やして2倍の食材を調理できるように工夫しました。1段目の網には OG ビーフの赤身の肉を敷き詰めまして、半生タイプのスモークジャーキーをできるだけたくさん作ってみました。今回はスモーク調理自体が目的だったこともあり、味付けは簡単に塩コショウだけで済ましています。それから2段目にはうずら卵ですね。これを40個ぐらいですかね。まあ目いっぱい茹でまして、たくさん並べて、まあ、おつまみにね、したいと思ってます。うずら卵のおつまみは買うと結構高いんですけど、こうやって作れば好きなだけ自分で作れますので、とってもね、お得ではないかなと思いました。この状態で蓋を閉めて、前回の余ってたスモークウッド、外の桜ですけど、この 80g を使っていきたいと思います。スモークウッドに火をつけるときは、前回ファイヤーライターズで1面だけつけましたけど、割とですね、やっぱりこう火が消えちゃう可能性が高いんではないかなと思いましたので、まあ、こういった風に二次燃焼ストーブに牛乳パックと焚き付け剤を使って、もう全体を炙るような形でですね、スモークウッド自体を高温にして、1つの面だけでなくて、まあ、2つの面、両端の小口、両方ともですね、確実に着火をして、煙が出る状態にしました。おそらくこれぐらいやった方がいいと思いますし、もっと言えばですね、段ボールが大きいので、この 80g ではね、足りないと思います。ダイソーのだと 70g しかないので、まあ、2本ぐらいあった方がいいと思いますね。ただダイソーって高いんですね。 70g220円なので、外のお得用パックだったら 120g でどうでしょうね、300円ぐらいなので、コスパは実は外の方がいいので、まあキャンプ用品店でなくても今ホームセンター等でも売ってますので、スモークウッドはそういうものを使えばいいと思います。ちなみにスモークチップはもっと安上がりに準備できますので、まあ、そういう意味でもね、スモークチップの方が頻繁にされる方には向いてるんじゃないかなと思います。はい、9時12分ですね。ここからスモークウッドでやっていきます。今回は天気も良くて、地面に直接といっても、まあ耐熱性のブロックの上にですけど置いた状態でスモークを始めました。はい、煙はね順調に出ております。で、約2時間ですね。もう完全に煙が消えてましたので、中を確認してみます。はい、まずまずですね。ただやっぱり色がね、全体的に物足りない感じなので、やはりスモークウッドだとですね、もっと長い時間、大量にやる、もうできれば6時間ぐらいするっていうぐらいの心づもりの方がですねいいと思います。半生タイプを目指したので、そういう意味ではですね、これ非常に美味しかったんですけど、はい、まあ好みだと思いますけどね、これはこれでね、相当美味しいスモークジャーキーでした。もうお酒にはね、ぴったりです。で、やっぱりですね、色をもっとつけたい、もっとこうスモーキーなね香りをつけたいものですから、こっからは自己責任でいよいよスモークチップを箱の中で燃やしていこうと思います。スモークチップを燃やすということは、
段ボールの中で火が燃えてるわけですから、まあ、炎が立ち上がってるわけですから、当然全焼のリスクがあります。あの食材ごと全てね燃やしてしまうというか、まあ炎がね大きくなると、火事の危険だってあるわけなので、これはですね、今回は上級者編とタイトルにも、書かせていただいている通り、見てこれは可能だとか、これは危険だからすべきでないとか、ご自身で判断できる方を対象にしているということをね、あらかじめ知っておいてください。火気熱源はですね、このポケットストーブ、固形燃料2つとセリアのステンレス皿を使います。ステンレス皿はアルミ箔で覆って、この上にスモークチップを入れていこうと思います。まあ、スモークチップはね本当に、高温で加熱しますので、煙もすぐに出ますし、箱の中もね、すごい温度になります。まあ80度を超えていきますのでね、肉なんかもすぐに、調理はできます。はい、スモークチップちょっとね目分量ですが足りないので、カインズで買ったやつもね足してみます。まあいろいろブレンドしててね、この辺りかなり適当なんですけど、まああるものでやるということで、やっております。ゴールデンカムイというアニメの中では、漁で仕留めたエゾシカの肉を腐らせないためにアイヌ人の少女が解体して肉を煙でいぶし処置していました。つまりスモーク料理というのは単に味付けを楽しむということだけではなくて、肉を腐らせないように煙から出る成分で殺菌したり防腐効果を染み込ませる、そういった立派なサバイバル技術の一つではないかなとも思っています。昔読んだ斉藤孝夫のサバイバルという漫画の中で、自然災害によって文明が崩壊し荒廃した環境の中で、主人公の少年が缶詰を見つけた時に、これが保存食として有効であるということを発見したシーンは今も鮮明に覚えておりますが、同様に手元にあるキャンプに使える道具を本来の使い方ではなかったとしても駆使することで、自分なりのサバイバル技術を磨いていくことはとても楽しいと思っています。はい、まあいろいろやっておりますけど、今映ってますのは段ボールの中で実際に火をつけた時に、段ボールがどのぐらい熱いのか、熱くなるのか、手のひらでですね炎の熱がどのぐらい伝わってくるのかを確認したりしてます。でやっぱり怖いのでちょっと開けてね中を覗き込んで、本当に、段ボールが燃えてないか焦げてないか確認したりしてますが、よく見るとスモークが出てるのではなくて、スモークチップに火がついて燃えてましたね、直接ね。あ、これはいかんいかんと思って、でまたちょっとこう、改善です。スモークチップがですねあえて燃えてしまうと単に焚き火になってしまいますから意味がありませんので、何度もですね火を消しながらどうやればいいかなと思ってるんですが、まあ考えてみたらですね、このセリアの丸い皿ではですねダメだったんですね。そこでこのキャンドゥのミニ鉄板、こちらでやってみようと思いましたが、まあよく考えたらこの段ボール燻製器と一緒に買ってきたバーベキュー用マルチプレートですね、キャンドゥの四角いやつ、あの正方形に近いやつ、あれで良かったですね。まあ、たまたま手元にあったのでこっちを使ってますが、まあ、それだったら結論から言うとですね、あのスモークチップはきちんと、煙を出す状態にできました。固形燃料2つ入れるとね、さすがに割と大きな炎になるので、ある程度ねそのスモークチップを入れる容器が大きくないと火がついちゃいますね。難しいですよね、このあたりはね本当、燃えちゃまずいなと、見えませんからね燃えてるかどうか。はい、でもうスモークチップなんでね、もう一瞬でこうやって高温になってね煙が出始めます。まあ気持ち的にはやっぱりねこの方が嬉しいですね、調理してるっていう感じがしますしね。ということで、いっぱいやります。このね桜のスモークの甘い香りに癒されながらですね、でちょくちょく段ボールを触って、燃えそうにないか、もうこの辺りはね本当ね難しいと思いますよ。あの下手したらね火がついちゃうので、だから絶対危険なんでね、どうかなと思う方はねやらないでください、真似はしないでください。まあ、あくまでこう上級者の方でね、あのガチのですねなんというかベテランキャンパーというか親父キャンパーの方がですねこのチャンネル登録者の方に多いので、まあ、そういう方にはねぜひやってもらったらいいんではないかなと思ってます。まあ、幸い段ボールがね焦げることもなく煙も出なくなってしばらく経ちましたので、仕上がりを確認してみます。
ちなみにキャンプ用品店で売ってる金属製の専用スモーカー、こちらはとても見た目がかっこいいしですね、内部の温度がわかる温度計なんかも装備しててロマンあふれるアイテムだと思います。ただ思いのほかかさばりますので、まあ、そういう意味ではこの段ボール燻製器というのはコンパクトに片付けられて試しに気軽に挑戦できるという意味では優れた商品なのではないかなと思いました。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。